風の影はカルロス・ルイスさん本によるスペインの小説。2001年にスペインで発表された作者の5作目の小説での参照を受賞した作品。忘れられた本の墓場が物語の鍵となる全4部作の構想が作者により発表されており、本作はその第1部である。第2部天使のゲームは2008年にスペインで発表されたが、 時代背景の異なる独立した作品である。2006年の時点で17こと後、37カ国で翻訳されており、スペインでの出版から早々に翻訳版が出された。ドイツでは、当時の外相ヨシカ・フィッシャーが本作を絶賛し、サフォンマニアという言葉が生まれ、フランスでは2004年に最優秀外国文学賞を受賞、日本ではこのミステリーがすごい、の2007年の、 第4位となるなど、世界各国でベストセラーになった。全世界で500万部以上を売り上げ、その影響により、自作、天使のゲームは初版100万部という史上最多の記録を樹立した。1945年の霧深いある朝、10歳の少年ダニエルは、古書店を営む父に忘れられた本の墓場へ連れて行かれる。そこを初めて訪れた人間は、 必ず一冊の本を選び、その本が今後決してこの世から消え去らないように、守り続けねばならない。ダニエルが選んだのは、風の影という一冊の本。一晩のうちに、風の影を読了し、深く感動しすっかり魅了されたダニエルは、作者フリアン・カラックスがどんな人物だったのか、彼の過去に興味を持ち始める。フリアンの過去を探るうちにダニエルは、 彼の過去と今の自分が置かれている立場が似通っていることに気がつく。内戦の残りか漂うバルセロナを舞台にダニエルの恋愛、冒険、成長が描かれる。ありがとうございます。